7、応用7、反対アザ、応用だだ艦隊アザ、応だだ英語表記、7王やん。2000年6月15日隊は、台湾台北市出身のチェロ奏者、女優である。台湾の国家音楽庁で、ソリストとして演奏した、最年少記録を持つ。父は、元俳優で、台北市議会議員の応用流母は、俳優の風犬。姉は、 俳優の応用、妹は、バイオリニストの応用、大場は、歌手の応用、フィフィ。5歳で、ピアノ、6歳でチェロを習う。13歳で、米国のカー,ーティス音楽学校に入学した。2014年、映画、北京愛情故事に出演。2015年、映画、疾風スプリンターに出演。12月18日、アルバム15で、中国デビュー。 2016年2月4日、東京渋谷白寿ホールで日本デビュー CD75 発表コンサートを開催。インタビューで、おばは憧れの存在で家族であることは光栄でもあり、プレッシャーでもあると答えた。4月6日、アルバム75で日本デビュー。6月29日、東京清井ホールで7デビューリサイタル開催。 2017年6月、ゼ・ナオ先生でドラマ初主演。16日、ディズニーソングカバーアルバム、チェロラブズ・ディズニー発表。12月4日、第6回ブレイクスルー賞受賞セレモニーに出演し、パフォーマンスを披露した。2019年3月21日、個人の Facebook ページで、自分は中国人であると誇りを感じ、原石も中国厚生省にあると投稿した。 また、中国の国営テレビの番組で愛国ソングを披露するなど、中国寄りの姿勢は台湾で波紋を広げている。2010年、2012年、2013年、2014年、2015年、ありがとうございます。